イオン15エチルアイドライドがイオンになるとき、ラジカルになるとき、溶媒があってイオンになるとき、それぞれのポテンシャルエネルギーはグラフの通りです。エチルアイドライドはソルベントによってイオン反応が起こります。アニオン15を見てみましょう。開始剤としては水酸イオン、トリアルキルアミンなどがあります。そのメカニズムです。強い開始剤の時、弱い開始剤の時の場合です。マイナス E の効果が大きいモノマーの時、図のように反応していきます。ソルベントによって極性の大きさが違います。開始剤水素イオン OH イオンにモノマーの分極を考えます。停止反応はアクティブ水素が取れ、ポリマーとして安定となることです。なお H マイナスとして取れることはありません。アニオン15の触媒として、強い触媒、弱い触媒で4つのグループに分けました。強い触媒として金属、カリウム、ナトリウム、リチウム、そしてアルキル、アルカリメタルがあります。ビニール化合物モノマーを置換器のシグマ値で4つのグループに分けました。置換器のシグマの値はハメットの式から求めた値です。触媒とモノマーとの関係は図の通りです。反応する場合と反応しない場合とに分かれます。カチオン15、モノマーのマイナス E が大きいとき、モノマーのマイナス E が小さく、開始剤が強いときです。開始剤としては類質酸または水素酸が使われます。 BF3 の開始反応です。モノマーのビニール基についた置換器の電子が強いほど反応します。反応には水、アルコールなど強触媒が必要です。無水にすると重合は起こりません。開始剤はカウンターアニオンを作ります。 BF3 と支援化スズの場合です。停止反応は開始剤が離れることです。反応速度はモノマー濃度の2乗×触媒濃度に速度定数をかけた値となります。素反応から見ていきましょう。開始反応、成長反応、停止反応の速度定数を KI、KP、KT と置きます。定常状態ではPI が一定で、その濃度が決まります。反応速度を求める別の方法です。まずモノマー濃度の M 乗、触媒濃度の N 乗と仮定します。モノマー濃度を一定にして N を決めます。モノマー濃度を変えて M を決めます。支援化すず水の場合です。開始反応はカッコ1カッコ2です。成長反応はカッコ3カッコ4です。停止反応はカッコ5です。カッコ1の反応は平行ですからカッコ6となります。定常状態ではカッコ7が成り立ちます。反応速度を成長反応の速度で近似します。カッコ6カッコ7から速度式は
速度定数×モノマー濃度の2乗×触媒濃度となります。資源のカチオン重合でその素反応の速度定数を求めました。活性化エネルギーが小さいと低い温度でも重合して分子量の大きいポリマーが得られます。ブチルリチウムは N の値によらずどれもソルベントに溶けます。ブチルリチウムとアクリロニトリルは図のようなメカニズムで反応していきます。ワインシュタインは化合物 RX をソルベントに溶かすときインティメイトイオンペア、そしてソルベントセパレイテッドイオンペア、さらにフリーイオンズに変わるとしました。ソルベントセパレイテッドイオンペアの時中合しやすくなります。ソルベントの E が大きいと反応は速くなります。中合初速度とソルベントとの関係です。モノマーをメチルスチレン、触媒を支援化すとしていろいろなソルベントについてその初速度を求めました。金属リチウムとブタジエンとの反応のメカニズムです。リチウムプラスの部分にモノマーが入り込みます。テトラヒドロフランをソルベントとして触媒をナフタレンプラスナトリウムラジカルとすると緑色の錯体ができます。錯体とスチレンモノマーとが反応して赤色のスチレン、そしてバイアニオンができます。バイアニオンがポリマーを作ります。また E が近いものでは反応が起こりません。停止反応は水または空気中の酸素と反応してカップリングまたはデスプロで停止します。スチレンの末端基が生きている時リビングポリマーといいピンク色をしています。リビングポリマーにモノマーを加えるとブロックコポリマーを作ります。イオン強重合スチレンとメチルメタアクリレイトとの強重合でモノマー混合物中のスチレンのモル分率に対し初期ポリマー中のスチレンのモル分率との関係を求めました。ブチルリチウムの時カチオン重合となり過酸化ベンゾイルの時ラジカル重合となり支援化スズの時アニオン重合となります。スチレンの E の値メチルメタアクリレイトの E の値は右の通りです。開管重合のモノマーとして CNO があります。 N が1の時アルデヒドケトン、 N が2の時エチレンオキサイドプロピレンオキサイドとなります。1955年デュポンは商品名デルリンというポリアセタール樹脂を発表しました。無水でホルマリンに溶けないソルベントにホルムアルデヒドを送り込みいろいろな触媒で重合させて作ります。触媒として酸球アルキルアミンが使われます。まず開始剤と水とが反応します。次にパラアルデヒドを熱分解して缶を開きます。
アルデヒドと水酸イオンとが反応してアニオンを作り反応していきます。成長反応、停止反応はこのようになります。重合が進むとソルベントが限られてきます。またポリマーは水素結合をして安定な分子となります。分子の構造は図の通りで、水素結合があり結晶しやすくなります。エチレンオキサイドの重合です。ポリエチレンエーテルとなります。ポリアセタール樹脂は酸アルカリで末端から一つずつ外れていきます。末端を安定にするためアセチル化します。アセとアルデヒドを中合して図のようなポリマーを作ることができます。